皆さんこんにちは。全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2022栃木ぷよぷよ部門小学生の部ブロック代表決定戦、いよいよスタートしたいと思います。まずは見事予選を勝ち上がり出場を決めた選手をご紹介しましょう。皆様大きな拍手をお願いします。デルタさん、もうすでに会場の皆さんとぷよぷよ勝負はされたんですか？はい、もうたくさんしましたね。おお、どうでしょう、この石川県の皆さんは。はい、そうですね、でも初心者の方、でも全然ぷよぷよ触ったことがないって方もいらっしゃって、はい、いやすごく嬉しかったですね、こちらとして。いいですね、はい、今日は解説もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずはトーナメントの組み合わせを見ていきましょう。こちらです。一番気になるのはデカデカデカ選手です。あ、デカデカデカ選手、はい、プレーオフで上がってきた選手ですね、はい、注目していきたいと思います。それでは行きましょう、ぷよぷよバトルスタート。横でワンピー側、左側かなり大きい攻撃をして、あべ、どうだ、おお。はい、ということで、勝ち上がったのはのどぐろ選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、それに対してワンピー側、これどうだ、8連鎖、素晴らしい、返してきました、素晴らしい。さあ、ここでワンピーが打ってきましたよ。しかし刺さらないと、刺さらないんですね、これすごい。さあ、5連鎖で返していくと、さあ、刺さっていく。はい、ということで勝ち上がったのはデカデカデカ選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。次が4連鎖打ってくる、かなり振ってきました、すごい、ジャンプよ。さあ、ここにさらに追い打ちをかけて、そのまま勝っていきたいというところで 2P がこれ打ってきましたね。3連鎖、すごいですね、素晴らしい。モネ選手早い早い、勝ったのはモネ選手です。おめでとうございます。それでは1回戦の全ての試合が終了したので、改めてトーナメントを見てみましょう。はい、準決勝に勝ち上がったのはのどぐろ選手、ゆあ選手、デカデカデカ選手、モネ選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは進めていきましょう。準決勝です。準決勝第1試合を戦うのは 1P 側ゆあ選手、 2P 側がのどぐろ選手、はい、それでは進めていきたいと思います。準決勝第1試合です。ぷよぷよバトルスタート。お願いします。お願いします。2連戦全決勝ってきました。すごい、また全決勝ですか。なかなか起こらないんですけどね、全決勝強いですね。さあ、1連鎖で約4連鎖分の攻撃をして、すごい、フィニッシュとなりました。2連鎖打ってこれは決め切ることに成功した。はい、ということで勝ち上がったのはゆあ選手です。おめでとうございます。続いては 1P 側がデカデカデカ選手、 2P 側がモネ選手、まあ、こちらもどちらが勝つかわからないですね、はい、楽しみです。いつの間にかもう2戦で代表が決まってしまいますよ。そうですね、いつの間にかここに勝てば決勝に行けるということで、ぷよぷよバトルスタート。かなりつながってきます。10連鎖、素晴らしい、すごい、厳しい、ここで10連鎖ですか。激しい打ち合いを制したのはワンピー、デカデカデカ選手でした。はい、ということで勝ち上がったのはワンピー側のデカデカデカ選手です。おめでとうございます。おめでとうございます、はい、それでは頂上決戦いきたいと思います。決勝戦です。決勝戦を戦うのは 1P 側がゆあ選手と 2P 側がデカデカデカ選手です。では行きましょう、ぷよぷよバトルスタート。スタート、お願いします。お願いします。さあ、さらに4連鎖で畳みかけていきますが、デカデカデカ選手耐えてます。これ全然まだ先ほどの逆転劇がまだありそうですね。そうですね。その間に着々とワンピー側のゆあ選手は組み進めています。さあ、ここからどうなっていくか。ワンピー側連鎖を放っていきました。4連鎖ですが、ツーピー側も4連鎖打ってる。なんでですかと打ち合いなんで打ってるんですかね。すご
いですね。おジャンプを振ってるんですけどね。おー、ここで。さあ1連鎖、これ結構お邪魔が4個振るんです、4個振ったんですけども、それだけでもかなり、ね、自分のフィールドが圧迫されてしまうんで、さあ 1P がこれ打ってきましたよ。かなり大きいですよこれ。さあ7、8、9連鎖、素晴らしい。それに対して何も手がなかった。はい、ということで決まりました。勝ち上がったのはユア選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ改めて優勝したユア選手にデルタプロから表彰パネルを授与いただきます。ユア選手おめでとうございます。優勝できて全国に行っても嬉しいです。おめでとうございます。さあ栃木本大会への出場が決まりました。意気込みを聞かせてください。全国に行っても勝ちたいです。はい、頑張ってください。応援しております。ということで優勝おめでとうございました。